ここ右ですね。ここ右、はい、はい、まっすぐで、あのこれはですね、玉木ピンチさんっていう2人目にコンビ組んだ先輩がいるんですね。僕その時にチャンス大城になったんですよ、ピンチとチャンスで。でそのまま芸名今も使ってるんですけど、その玉木ピンチさんの彼女が渋谷でナンバーワンのヘルス嬢なんですよ。玉木さん紐でもうジープ買ってもらったり、ネタ合わせ開いたらあの新宿のホテルのスイートルーム、いきなり行ったらバスローブみたいなの出てきてつけて、でもネタ合わせしよっか言うたら、あの彼女はもうその渋谷ナンバーワンのヘブスっていうか、あぐらかいて僕らのネタを見てるわけですよ。あもっとちょっとツッコミ弱いなとか偉そうなこと言ってるんですよ。ほんでその玉木さんがもう風俗詳しいから、お前あの舞台度胸はないと、玉木さんがお前は一回ちょっと舞台度胸つけろと。正月1月1日にウグイス谷の60歳から80歳までの女性しか在籍してないお店行ってこいって言うんですよ。そこでお前はメンタルを鍛えろって言うんですよ。わかりましたって一緒に行ったんですよ。正月全部おごったるから、店の名前がね、年輪って言うんですよ。そうです、まあまあ元気な街でね、ラブホテルとかもいっぱいあって、うん、こうですね、こういう感じですね、はいはい、もう細かいとこ覚えてないですね。うん、僕もう適当にも指名したんですよ、早く帰りたかったから。ほんで70歳の千代さんっていう人指名してね、部屋行ったんです、部屋で待ってるんですよ。なんだら千代さんもタバコ吸ってて、あ普通はあどうもよろしくねとか言うじゃないですか。千代さんの開口一番が、あのお年玉ちょうだいって言われたんですよ。あいや面白いつかみしはるな思って、なかなかね70歳でもちょっと綺麗な方で、ほんで関西出身やんって、お兄ちゃんも関西に帰らないんですよ。僕ヘルスやからもうそれで終わりや思ってたら、あの兄ちゃんでかいなチンチンと、ちょっと気になると、ちょ一回ちょっと試させてくれって、あのローションをこう自分に塗り出してね、自分の股間に。いや別に僕いいっすよっつって、で騎乗位でちょ入れさせてくれ、いや私穴ちっちゃいからな、ちょっと待って、あのジジイが熱い風呂入るみたいな感じの、いだ、僕下から大丈夫ですか、あの橋本真也がギブアップする時、橋本真也三日後や行ってよーって突っ込んでしまいました。すいませんね。全員黒いヘルメットかぶってるんですよ。深い話じゃないですけど、エロい話。